現在時刻、はい、12時半。いや、しょうがないよね。しょうがない。大人だから。大人だから。こんなもんよ。休みの日の大人って。さあ、台湾3日目。うん、今日は。今日はですね、この後、まずドライフルーツと漢方を仕入れに、オアチョエに行きまして、うん、はい、その後、淡水に向かいます。イエーイ。いやー、暑い。絶好。夕日の天に見えそうだね、今日は。ね、うん、めちゃくちゃ暑い。いや、でしょ、暑いんじゃよ。アホなんじゃよ。そうなんじゃ、いいな。お腹すごい暑そうやもんね。めちゃくちゃ暑いよ、ね、うん、ブーツ履いてんの頭おかしい人だもんね。あの、たまたまサンダルも欲しい感じ組や。いや、サンダルいいよね、うん、見つけたら買おうかな。あ、そうね、あるといいね。サンダルなんか長い時間歩けないかなと思ってやめちゃったんだよね。結構足の形に合わせたサンダル。本当だ、いいね。そう、ちょっと靴下が見えてるのが私のセンスのなさを露呈しているわ。ミサコのカラー、まあ、ミサコのファッションチェックやる？やろ。はい、今日のミサコのファッションチェックです。ミサコさん、これは見覚えがあります。お、まず注目はこちらのズボン、はい、なんとあの悪の内オイルが全員持っているでおなじみの持ってねえわあのズボンですね、はいはい、そして上、これは何色とも形容しがたい、何分丈かとも形容しがたい袖の服。何分丈なのこれ。伸ばすとね、伸ばすとここまで行く。七分でもないしみたいな。これちょっとなんか入る、なんかそうね、いつでも何でもね、うん、道端で拾ったおにぎりとかをね、入れるんだよね、はい、あと靴ね、靴にちらっと見えるなぜか蛍光目のピンクの靴下。うん、なるほど、これが四条美佐子です。そうだね、まあなんかあれだよね、ロケについていってる AD さんの格好にすごく あの似てます。台湾の、うん、なんかすごい台湾のおにぎりって、うん、おにぎりの中に朝ごはんさ、卵とベーコンとなんかそのおかずとみたいなさ、ああいうのご飯食べるじゃん。そう、あれが全部一緒になったおにぎりみたいな。すごい。食べたかったんだけど、もう閉店した。我らが寝てる間に閉店したか。で今からその問屋街行くので、問屋街で前回渡り足たちが、なんていうか、食事ができる、はい、なんかまあこう市場みたいな、うん、市場みたいなとこがあるから、はい、ここで私が一番好きな、世界で一番好きな水餃子を食おうぜ。やったー、水餃子大好き。そう、うん、世界で一番美味しいから。いいな、うん、朝から幸せだぜ。幸せだな。エッキもうキーホルダーみたいにつけてるけど、あー、かわいい。我これキーホルダーをちょっとパスケースの中に入れてるんですけど、チェーンがね、顔ちょっと出てるの、かわいい。ちょっと出てる。私のはもうスタンダードな。あー、スタンダードな。はい、ということで改めて伊達さんの、はい、チャージ講座、イエーイ。チャージ講座です。はい、まずスマシ顔で日本語をします。日本語をします。はい、あとはここにあるチャージをします。はい。で、ここに置いてください。カードをセンサーの上に置いて、紙幣を入れてください。または硬貨を投入してください。これって入金が終わりましたら、小銭が紙幣をある限り全部入れてもいいですか？いいんじゃないかな。貨幣は20枚まで入れていいらしいですよ。オッケー。その細かい、それ賢いじゃん。お金をさ、全部こうなくしたいでみる。あ、でも1円は多分ないかな。あ、そうなの。もしかしたら次へ。ふもさん、チャージが完了しました。はい、以上です。これ一体いくら残ってるか確認もしたいね。はい、他先は飲み物は禁止。あ、そうです。台湾の、はい、今飲まなくていい。今飲む。台湾は、この LPR の地下鉄だけなんですけど、飲み物がこの中、
口です。あ、ちょっと誰か一口ちょうだい。あ、なんか、あ、ごめん、カモとついにでかいやつ。はい、もうね、今日は暑い時って水分絶対必要なのかな。うん、水分ちょーん完了。水分、水分チャージちょーんでしょ水分チャージちょーん。ここ松山なんだ。うん、そうだね、あっち側に行くね。ここ松山なんですね。そうだね。ってことはすごい近いじゃん、本屋街。そうなの、これ好きなんだよな。これ、え、これ何？フルーツ。え、なんだっけ、なんていう人？アップルマンゴーかな。そう、中真っ白なんだけど。中真っ白。なんか見たから、なんか柿があ、ほんとだ。秋だから。あ、下着がある。おー。